3年間プロスピやってますけど、今が一番楽しいです。どうも、プロスピナンバーワン芸人のオーナー高谷です。よろしくお願いします。オーナーちゃんです。よろしくお願いします。さあさあやってまいりました、オーナーちゃんの動画ね。2日ちょっと空いちゃったよ。オーナーちゃん何しとんの、ふざけんなよ、くわえれ、ね、そんな方々いらっしゃると思います。ごめんなさい、ちょっとねランキング走ってとかいろいろもろもろ忙しくて申し訳ない。でも今日から金土日しっかり動画出していきたいと思います。よろしくお願いします。そしてこの金土日の一発目がこの選手だ、若大将です。ありがとうございます。ありがとうございます。いやーもう若大将を使えるってことにはちょっともうすんげーワクワクしてるんですよ。はい。でね、まあ今回はねちょっと査定が変わっていつもとはちょっと能力が違いますと、この若は言うたら初使用ですということでね、めちゃめちゃねこれ視聴回数稼げるかなね。ということで見ていきましょう。アーチスですね、ここは変わらずで、ミパ同値なんですよ。7878のミパ同値なんで、これ今のうちゲットしといたらもうシリーズ1ずーっとここから6ヶ月半年ずーっと使えますよ。全然問題なく使えます。この原辰徳さんはずっとお代理するでしょう。で、まあサヤの方が適正いいっすよ。ただまあ巨人、まあ巨人純正、巨人の方とか言うたらサード岡本さんいるじゃないですか。まあ、あの田舎っぺ大将と言ってるんですけど、岡本さんのこと田舎っぺ大将いるじゃないですか。田舎っぺ大将いたら、まあ、正味サードでは使わないよねっていう。じゃあレフトでどうなんっていうことで、今日はレフトでずっと使っていきたいと思います。はい、レフト原辰徳として今日はやっていきたいと思います。はい、まあ2、3試合、いや3、4試合やろうかな。でアーチチャンス左投手ということで、プルヒがなくなってるんですよね。これは結構大きいと思います。でまあチャンスの時、まあだからね中軸打たせたいけど今日は2番です。はい、アーチスチャンス。そして左投手、まあ左投手はねそんなにいないんですけども、まあ一応ねリーグオーダー入りするということでレベルは5まで上げてますということでございます。早速ね、ワッカー使っていきたいと思います。めちゃめちゃ楽しみです。もう絶対に今日ホームラン打ちますよ。よろしくお願いします。行きましょう。いや、めちゃ強い方来たわ。何これ、超パイっていうのね。今日わかんなくてよろしいです。めちゃ強い方来ちゃって、お、メルセデスやし。セデスメルやし。さあでも大野ちゃんもうセデスメルが見えてる体になっております。いきましょう。もうセデスメルが見えてるんですよね俺。さあ大谷君、大谷君一発ぶちかましちゃおうや。もう集中。はい、ありがとうございます。ショーヘイオタニ。さあチャンスの場面で若がチャンス発動しろや。あかんやん、能力めっちゃ削られてるやん。しかも対左投手でも出てないし、どういうことやねん。いやーまあ見えてるね、マジでもうメルセデスは見えてる。え？え？若？大丈夫ですか？はい、あーうーんちょっと打ちにくいな。メルセデスのタイピングはやっぱり強い。集中。はい、ありがとうございます。あそこフルカウントであそこ投げたらツーシームやで絶対。わかりました、もうメルセデス打っちゃうわ、いっちゃうわ。若よかったね今。え、え、バースバース帰れー。1、2番で1点取ってすげえ調子よかったか、加えれーです。ここねやっぱ結構ねメルセデスまだまだ前ますっていうところですよね。やっぱり結局メルセデスと藤浪君は強いですよ。僕に藤浪君は通用しないですけど、メルセデスはガチで強いですよ。いや見えてるわ、もう全然見えてる。いやこの人ボール球しか投げてこないわ、えぐい、えぐすんぎやわ。さあ原さんの使用感、あの趣味の使用感も見ていきたいね。いやーてかさ、僕最近ねすごい思うことがあるんですけど、そのまああの全然プロスピ関係ないですよ、申し訳ないですけど、全然プロスピ関係ないですけど、春っていいなっていう。
っぱ春しか勝たんよねって俺思うぞ。春一択、うん、春一択です。僕やっぱり春がね好きなんよ。やっぱりさ完全にミート落ちしてんだこれ。完全にミート落ちしてる。ミート落ちにはこのツーシームめっちゃ刺さるだ。いやーミート落ち打ってこいや。ミート落ちだったら、はい、センター。あ、ここまあ若取りに行かないか。いやー最近ね僕金田一とかハマってて、アニメそう結構見てるんですけど、僕ねやっぱねネットリックスなしじゃもう生きていけない体なんですよね、うん、ネットリックスクソおもろいですけどマジで。大丈夫あの媒体月額900円でいいんすか本当に、ね、ありたます。延長まで行ったんで、回ってくる可能性高いです若。いやあかん、ゲッツーは絶対かん。坂倉頼む、若まで回してくれ。さあ2試合目ですね。さっきの試合は負けました。結局若まで回らないし負けるしも最悪でしたね。やっぱメルセデス強いわ。あ、明日の OHK メルセデスちょっと来たら要注意だな。対策しとかないとダメだね。最高、まあ若のね打席 OK、 いいよ OK ナイス。さあ若行こう。さあ若集中。いや特納出な、若大丈夫。おい、あ、この応援歌、この応援歌いいよ。この応援歌ちょっと聞いておこうぜ。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。ランナーを走りませんね。この応援歌懐かしい。3球目打ちました。打撃が絶不調のため2試合も特別延長です。やばいっす。1点も入んない。この千賀さんやばいマジで。原さんまで回ってきます。やばいやばい、ちょっと集中。原さんまで回ってきますね。集中 OK OK。 あー、もうここのフォーク絶対投げてくるな。はい、超えろ超えろ超えろ。やーべー、さあ83走っていいよ。全出しで83、82 OK、 92 OK。まあまあまあ右投手なんでね、うん、左投手じゃないんでしゃあない。それは行こう。ここで得点できればグッと勝利。 OK ナイスね。若頼むぞ。なるほど、そうですね。はい、これが若なんだよ。さあまだ終わらんよ俺の若の動画は。終わるわけ。名鉄バファローズさんよろしくお願いします。若の動画終わらんで一番に持ってきました。あります。いやアーチスト、そっかそっか、チャンスでもないし左投手もなかったらアーチストしか出ないのか。そっか、しゃーないな若。しょうがないこれは。さあ集中。うん、この吉野さんいつの4100か。 OK、えい、ー、集中。若何しとんねん、大丈夫か若。集中。うん、いやなんかね最近俺右打者が得意になってきたんだよな。まだやるよ俺は。まだ若使うよ。ためて解放 P さんよろしくです。まだ若行きたい。まあちょっとね、大谷君復活部で一番は大谷君です。さあ若に、まあちょっとねやっぱチャンスの場面作りたいな。なんかやっぱり得の1個しか出ないからな左投手じゃないと。さあ集中。早いなカウント。早っ、何この人めっちゃ、すげえ早く勝負つけてくるやん。じゃ集中やなこれ。はい、やるとさぅ、これが若やん。わ、やっべー、引っかかった。さあ、集中、若行こう。アシスチャンス、オッケー。
これラストかな。ラストホームランしたいね。いいバッターが続きますから、ここは勝負どころですね。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスがあります。もう後がありませんから、何が何でも追いつかないといけませんね。なるほど、ナイボーン、やばいっす、ライデル気をつけたいですね。なるほど、やっぱやめやめ、シュチュうわあれでは終われん。あの若の姿、グルメさんよろしくお願いします。三振した後のあの若の姿で終われんす。マジで負けてるし、あの試合あかんあかん。これラストにしますわ、完全に。中心中、いい球を中心に組み立てたいです。これ振り遅れてる証拠よ、今の大谷君。さあいいよ、得の出てないからいいよ。もう集中していこう、あの若にかける。はい、流して、若うわー、あともう少しじゃない、若しゃあ、若までまた回ってきたぞ。しゃあ行こうぜ、集中だよ。最後ホームランで決めようぜ。もう絶対若ホームランで決めるぞ最後。次が2球目、内への変化球は決まりません。ボール先行です。え？